天笠久志、フェザー級で日本と東洋のベルトをつかむ。その後初の世界戦でオリンピック2冠、プロ転向後無敗の生きる伝説リゴンドーから2度の痛烈なダウンを奪うも敗北。今再び世界を狙う。まあいい選手だなっていう、まあ本当、まあまた僕やっぱり世界に向けて狙う上でやっぱり全勝戦じゃないですけど、本当トリス選手にもうふさわしい相手だなって、選手に勝たないと世界でやっぱり、まあ僕自身がすごい久しぶりの日本人選手で、外人ばっかりだったんで、そういうのも緊張していますし、本当すごい高いハードルだなって思います。そしてはやっぱりノックアウトの足は基礎を持っているので、まあ内容を今回はこだわらないで、座ると勝利っていうのをこだわってやってくれたらと思ってます。今回の試合は本当にまあ客観的に見てもこのカードが強いんで、まあ本当にまあ僕もそうですけど、薄井選手も、はい、全力で力出し合っていい試合にしましょう。薄井金四郎、5年前に一度は引退するものの3年後に復帰。初戦で元日本王者セリエ正明を下すと、国内の強豪相手に無傷の6連勝。送信の暗殺者を迎え撃つ。もし僕が上の方を目指しているのであれば、通らなきゃいけない道、その中の一つだと思う。天笠選手みたいな強い選手で、だから会長から聞いた時はすぐ2つ変化だったんですけど、正直すごい怖いのが 99% です。楽しみが 1% です。本当リーチの差とか身長の差とかってよくマスコミにしか言いますけど、僕全然関係ないんですよ。分かっちゃいけないんですけど、僕が逃げてばっかりでは話にならないので、恐怖心と楽しみが入り混じった試合になると思います。精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。8キロ契約フェザー級スリークォーターパウンドアンダーキャッチウェイト8回戦を行います。赤コーナー125パウンド山田一、これら山上ジム所属、最新ランキングは日本フェザー級第2位、4度の防衛後に返上した第58代日本フェザー級チャンピオン、3度の防衛後に返上した第44代OPBF 東洋太平洋フェザー級チャンピオン、あの絶対王者リゴンドーから2度のダウンを奪い世界中を震撼させた送信の暗殺者、ザ・ヒットマン天笠久志。青コーナー125パウンド横浜光ジム所属、2008年最強後楽園バンタム級優勝、最新ランキングは日本フェザー級第7位、 OBBF 東洋太平洋スーパーバンタム級第3位、薄井金四郎。ジャッジ浅尾和信、同じく阿部和夫、同じく福地雄二、レフェリー中村勝彦。
赤コーナー天笠久志プレイヤー山上純一さん。
ません。Thank you.
Yeah.
76対76、ジャッジ阿部寛の77対76、ジャッジ福地雄二77対74、以上2対0の採点をもちまして勝者